まあ、あの、ユウとはさ、兄弟で。お兄ちゃんが、アガリエ大輝選手は、今、琉球ゴラスで一緒のチームメイトなんだけど、どういう存在なの、お兄ちゃんは。なんか、ちょっと言うの恥ずかしいですけど。まあ、今の僕が言うのも、ずっと兄ちゃんが、ちっちゃい頃から、うんうん、まあ、僕の前にいてくれたんで、うんうんうん、本当に、憧れの存在でもありましたし、まあ今はいいライバルでもあるかなと思いますし、ユウトが思う大輝のすごいところっていうのはどういうところですか？一つはやっぱりステップシュートじゃないですかね。手首を利かせた、まあなんか下からね、あのディフェンスに隠れて、この前もツイッターでちょっと上げてたけど、あ、上げてましたね。ブラインドシュートは非常に武器だと思います、キーパーからしても見えないんで、取りづらいシュートだと思います。ポストを生かせる選手でもあるかなと思いますね、やっぱユウトと大輝のこの考え方っていうのは似てるの？ハンドボール理論みたいなところは似てるところはあるんじゃないですか。そういうの話したりするの？まあこういう時はこうだよねって言って、共感するところはたくさんありますし、でも、もうちょい先の先のところまで見ると、もうちょいここはこうして、もう一回こうしてみたいな感じの話をする時もあります。なるほどね。大輝とやってたらばさ、まあ対戦する場面はあるじゃん。コラソンと大道がやるときとか、やりづらいなっていう部分とかはあったりする？やりづらさはないですね。ああ、そうなんだ、なんか手の内読まれてるなみたいな、そういうの。ああ、読まれてる感じはありますけど、それでもそれを超えていこうっていう、あ、やっぱり試合になったらなんか兄ちゃんに負けたくないっていう気持ちの方が強いので。じゃあ楽しみって感じ、兄弟対決を。そうですね、楽しさの方が強いですね。まあ社会人 1,2 年目とかはすごい気負いすぎちゃう部分はあったっすけど、今はなんかリラックスしてこのプレー時間を楽しもうっていう。試合中2人で喧嘩したりするの？あれ、まあ喧嘩、やり合ったりするの？思いっきりイラッとすることはありますけど、ハードに当たってきたりとか、そこまで押さなくていいだろうみたいな。あるね、やっぱそういうのとか。あとはまあ兄貴の頭の上からステップシュート勝ち込んだ時とかは、よっしゃ。でも逆にあのやられたりもしますけど、僕の前からステップシュートで決め、打たれて決めたりとか。楽しいよね、そういうところも。日本リーグの見どころとしてさ、見てくれたら、そうですね、見てくれたら楽しみが増えるっていうか、やっぱ日本リーグ、ね、日本の最高峰のリーグで、兄弟でプレーしてること自体あんまりそうだよね、ないこと、なかなかいないもんね、そういうのね。それだし、兄弟対決が見れるのは、ハンドボールファンとしてはすごく楽しみの一つかなって、もっとたくさんの人に見てもらいたいですね。本当だよね。得点をランキングもトップ独走中だもんね。そうです、はい、そうです。自分のちょっとここら辺見てほしいとかっていうところは、なんだろうな、まあ全部すごいんだけど。オフェンス力は見てもらいたいですね。パスにしろ、シュートにしろ、1対1にしろ、まあアシストの部分もそうですし、シュートもね、バックシュートとかもやったりね、あの昔怒られたね。まあ小学校の時は、はい、相手監督に怒られちゃいましたけど。そういうね、本当観客をね、楽しませるプレーっていうのが随所に見れると思うので、まああの、ぜひ会場で見てくれたら嬉しいですし、まあ、JHL TV とかでもね、そうですね、見れると思うので、まああの、ハンドボールやってくれてる人も見てくれてると思うので、ぜひあの、ユウト選手のプレーを真似て、どんどん上手くなってくれたらいいなと思います。まあ、声援とかがね、そうですね、僕は本当に、会場に人がいたらいるだけあの気持ちが高ぶって
楽しくなっちゃう人なんで。ぜひぜひ。やっぱ黄色い声援がいい。いやもうオールマイティです。オールマイティ全然なんでも。はい。ということなので皆さんぜひあのアガリエユートの応援をよろしくお願いします。お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。あの日本代表のアガリエユート選手に来てもらって貴重なお話をさせていただいたので、じゃあ皆さんバイバイ。